こんにちは。ここは QGNG ニュースです。今日は日本時間6月11日です。ついた事件速報6月10日のツイートで次の言葉と書いました。千葉県船橋で火災煙が上がる、煙が上がる、臭いのとの情報。船橋見南本拠34番。船橋役所の西川東都浜中日差し公園の付近で火災が発生しています。炎と煙が上がっており、付近が臭いとの情報があります。現場の動画により火が見えました。この事件について船橋情報メールより6月10日21時58分頃、南本町34番東都浜中日差し公園南側付近で2番建物火災が発生しました。この事件について当地警察により、6月10日午後10時頃に船橋南本町の2階建て住宅で火がかかった。消火に当たる後で2階建て住宅で住んで高齢女性死亡が確認された。今まで身元の確認を進めるとともに重火原因を調べています。